はい、皆さんこんにちは。栄養家の小淵です。本日は、ワークブックですね、レッスン7のビルドアップ1、ワークブックは何ページだ？46ページ、47ページの回答をしたいと思います。はい、本日動画を撮るにしても場所がなくて、ここはですね、視聴覚室前です。はい、ここで撮っております。じゃあ、頑張ってやっていきましょう。はい、それではワークブック46ページの1番から見ていきましょう。日本語に合うようにカッコ内で季節語を入れなさい。とても寒い日に彼女は大抵湖でスケートをする。この大抵だね。はい、これを入れましょう。大抵ですから、これは usually だね。 She usually skates on the lake on、 これとてもだね。ですので、very cold days となりますね。はい、2番。彼は 足を組んでソファーに座っていた。He was sitting on the sofa。はい、これは足を組んでという部分ですね。これは不対状況の with というのをね、教科書で説明したと思います。はい、これは with を使います。with his、はい、足ですので legs。組んでとかですね。これはクロスで、足は組まれるので過去分詞形しますよ。はい、この足とこの動詞の関係ね。足は組まれるのでクロスと過去分詞形になります。 He was sitting on the sofa with his legs crossed となります。3番。目を閉じて彼女は音楽を聴いていた。 She was listening to music。 はい、これは目を閉じて、目を閉じた状態で、これもやはり不対状況の with です。 with her、 はい、eyes だね。はい、 with her eyes、 はい、でこれは、目もやはり同じように閉じられるので closed と、はい、過去分詞形しましょう。はい、目は閉じられるので、はい、過去分詞形ね、 closed とします。はい、4番です。不幸にも旅行中に台風に見舞われた。はい、この不幸にもという部分で、はい、こういう副詞を勉強しました。はい、これは、unfortunate、unfortunately だね。unfortunately, a typhoon hit。はい、この、旅行中にという部分で、ここです。注意してほしいのね。はい、これは during です。during our trip となります。during は何とかの間にという。これは、前置詞です。くれぐれも接続詞の while と区別してくださいね。while は接続詞なので必ず後ろにS プラス V が来ます。はい、そこをね、が違うところですので注意してください。基本前置詞の後ろは、はい、名詞が来ますよ。はい、注意しましょう。はい、5番です。彼とは10年ぶりに会った。この10年ぶりという表現ね、今回の、授業で勉強しましたね。10年ぶりということは、10年のうち初めてと。考えましょう。 I saw him、 はい、初めては for the first time で in 10 years、 10年のうち初めてとなりますね。はい、はい、では2番いきましょう。2番は、不定詞や文章を使った副詞句になります。日本語に合うように下線部に適切な語句を補いましょう。私たちは結婚してとても幸せだ。はい、We are extremely happy。 この extremely ね、これ副詞ですけども、 extreme って極限状態でね、本当に最高にってことだね。はい、結婚してということですよね。はい、これは happy という感情
ですね。この、この不定詞ですけども、これは原因、理由を表す不定詞です。何々してという意味になります。ですので結婚してという意味になります。はい、となりますので、これは結婚している、結婚していてだね、結ってことなので、これはこうだね、 be married となりますかね。はい、これは結婚しているという、はい、という状態になりますね。はい、ちなみに結婚するすると、これは、マリですからね。はい、私は結婚していますって言えば I'm married という形になりますので、結婚は結婚しているですからね。はい、答えは We are extremely happy to be married となります。はい、2番です。彼は弁護士になるために勉強しています。弁護士になるために、これはよく使うね、いわゆる不定詞の副詞的用法の目的用法です。 He is studying、これはまあこれをつけてもどっちつけてもいいかな、 in order to、become a lawyer。 弁護士は lawyer って言いますからね。はい、で、まあ、in order to はこれは、なくてもいいかな、ね、あってもなくてもいいです。目的の意味を強めればこの in order をつけます。あと become の代わりにこれは、B でも OK です。はい、で3番いきましょう。彼はコーヒーを見ながら新聞を読んでました。はい、コーヒーを飲みながら、これは分子構文のね、形ですね。はい、何々しながらって形です。だから I was reading the newspaper, drinking coffee となります。4番です。不安でいっぱいで彼女は何も言えなかった、不安でいっぱいだったので、どうかな、はい、不安語で fear って書いてありますね。はい、これを使いましょう。はい、これを普通に接続詞使っていくと as、主語は C なので C、was 不安でいっぱいだったってことなんで B was filled with fear となります。はい、で分子構文は、基本接続詞を取ります。はい、で主語が、はい、共通であればこれも省略をします。はい、ですから、この was、 これが being になります。はい、でなので答えを書きますと、はい、はい、ただこの being はね、通常こう省略されることが多いですので、はい、加工していきますね。はい、ですので、答えは過去分詞から始まります。 filled with fear、 she didn't say anything となります。はい、それでは3番いきましょう。それぞれの語句に続くものを A、E から選びなさい。はい、さあいきましょう。He must be very smart、 彼はスマート、これは賢いんですね。頭がいいところです。
で、このマスとは違いないってことだな。彼はとても賢いに違いありません。さあ、ちょっとどれがいいですかね。まあいいか、とりあえず全部見ちゃうか。2番、On My Way Home。これは、家に帰る途中でですね。途中でとなります。はい、3番、Watching the Movie。映画見るんですね。これは後ろの文が分からないと、ちょっと分子古文なのでちょっと分からないね。映画を見てなのか、見た時なのかね、見たのでなのか分からないね。まあ映画を見たと。ですね。で、4番が She likes playing tennis。 彼女はテニスをするのが好き。4番がフランス語でリトゥン書かれていたんだね。これも、分子古文だからね、ノーデなのはね、ノーデもノーデかな、これはね。はい、じゃあ見ましょう。A です。 But on the other hand、 しかし、 on the other hand というのはこれは一方でってことでね。一方で、her sister doesn't。 彼女の、まあ、妹もしくはお姉さんは否定だね。ってことは、そうするとこれは、これに当てはまりそうなのは4番かな、これね。彼女はテニスが好き。しかし一方、彼女のお姉さん妹は doesn't like playing tennis となるとスムーズにつながるかな。はい、ってことなので、これ A が4番かな、なりますね。はい、 B、 I became frightened。 frightened ってことはこれ怖くなったんだね。怖くなったってことは、これは、怖くなる状況って考えると、これは3番かな。映画を見たので怖くなった。見た時に怖くなった。どちらにしてもこれは、ここかな。はい。映画を見て怖くなったということかな。はい。C、The letter was very difficult for me to read。その手紙は読むのがとても very difficult、難しかった。ということはこれは5番だね。フランスに書かれていたのでかな、ね。読むのが難しかった。ということだから、これは C でしょう。はい、はい、D、 It began to rain and I got wet。 雨が降り始め濡れてしまった。ということはこれは2番かな。家に帰る途中で雨が降り始めて濡れてしまっただね。はい、残り最後だから、これは一番なのかな。 He must be very smart to have answered the difficult question、ね、その難しい質問を答えたというと、これはこの少し難しいね。この to have answered、 これはね、難しいですね。これは許可してやらなかったな、これね。判断の根拠を表す、不定詞の不定詞用語ですね。何々するとはという形だね。はい、ね、その難しい問題を解いたとは、彼は賢いに違いないところだな。なのでこれは E になります。はい、で、問題を解いたのは過去のことなので、ここにハブが入っ
っていますからね、注意をしてください。はい、それでは4番いきましょう。絵に合うように英文を完成させなさいとありますね。はい、これはグラス、これ芝生だね、草かな。はい、で、The field is beautiful、その野原は美しいと、まあ、草に覆われているのでってことかな。はい、で覆われているんですね、これは covered かな、 covered with grass。 はい、どうなればいいかな。はい、covered with grass、 the field is beautiful となりますね。はい、2番、 she left なんとか the light、 はい、ね、これは、あ、これだね、明かりが、いわゆるこれはつけっぱなしってことかな、ね、つけっぱなしだったということだね。はい、明かりをつけたまま、これは不対状況の with かな。はい、はい、で、彼女はレストだからね、出かけてしまったと、 with a light、 はい、もちろんこれは、on off ですからね、 on だね、 she left with the light on となりますね。はい、3番、 he fell asleep、 彼は寝てしまった。はい、寝てますね。はい、これはこちら見てください、テレビをつけっぱなしなのかな、テレビを見ながらってことかな、これ、ね、かっこ2つがないからね、テレビを見ながら、はい、ですのでこれはウォッチング TV となりますね。はい、はい、それでは5番に行きましょう。日本語に合うように括弧内の国語を並べ替えて英文完成させましょう。はい、あなたに追いつくため懸命に努力しなければならなかった。 I had to work hard、 はい、これ、こっちの部分ね、懸命に努力しなきゃならなかった。この部分だね、あなたに追いつくため、はい、となりますね。ってことは、見ていくと、これは in order to となりますね。はい、あと、追いつく、これは catch up かな、 catch up、 はい、で、あなたにながら残りの with you をつけましょう。はい、ですので I had to work hardin order to catch up with you となります。はい、2番、母の病気のため私は海外旅行に行けなかった。はい、 I couldn't、 これは couldn't だから、ここだね、海外旅行に行けなかった、これも最初に書きましょう。 I couldn'tトラベルアブロードだね。はい、でのためです、ってことはためです、これは because of だね。はい、で残りが my mother's illness となればいいでしょうかね。はい、ですから I couldn't travel abroadBecause of my mother's illness と。はい、I couldn't travel abroad because of my mother's illness となります。はい、3番、私は韓国語が話せなかった。I couldn't speak Korean。さらに悪いことには。はい、これはやりましたね。これは to make matters worse だね。はい、はい、これがであれば、ね、このカマルがね、カンマへつないで、I didn't have a map となりますね。
はい、じゃあつなぎましょう。to make matters worse カンマ I didn't have a map となりますね。はい、4番です。彼は弟に靴を買うために中心街へ行った。はい、これはここはね、不定詞の部だね。弟に靴を買うために、これは後からつけましょう。まず中心街へ行ったと分つけましょう。 He went to downtown。あれ、そうするとあれか、あ、そっか、to はいらないんだ、ダウンタウンは。よっ、そっか、ダウンタウンはこれ副詞的に使ってないんだっけね。 went to downtown だ。で、その後に、to buy shoes だね。 to buy shoes。 であと俺が for his brother になればいいね。はい、 heWent downtown to buy shoes for his brother。 はい、 He went downtown to buy shoes for his father brother となります。はい、はい、それでは最後6番いきましょう。次の日本語を英語に直しましょう。作文ですね。はい、1番。私は両手に荷物をいっぱい持って歩いた。はい、これは、私は歩いたですよね、まず。はい。で、後ろに、両手に荷物をいっぱい持った状態でという感じにしましょうかね。はい。ですから歩いた、もちろんこれ I walked、 単純にこれでいいよね。 I walked、 はい、両手に荷物をいっぱい持った状態でってことで with、 ね、で両手ですから両方の手ってことから、まあ、both hands いいかな、Both hands。 で、いっぱいの状態ですね。ってことは、full かな。full は full of なんとかね。full of 荷物。baggage って言いますからね。はい。はい。I walked with both hands full of baggage となります。はい、この二人状況ね、 with ね、で両方の手、これが full、 いっぱいの状態ね、両手がいっぱいの状態でとなります。はい、2番です。私は友人に1週間ぶりに電話かけました。はい、ということは私は友人に電話かけた。で、1週間ぶりってのは後からつけましょう。はい、私は I 電話した、電話するのはCallでいいよね。で、私の友人だから My friend、 はい、I called my friend、 これで私は友人に電話かけましたになります。はい、1週間ぶりにという表現、これは1週間の中で初めてだよね。ですから for the first time、 1週間ないですから in a week。 はい、I called my friend for the first time in a week となります。はい、3番。
その知らせ に驚いて彼女は病院まで走っていった。分子構文を用いてありますね。はい、ということは分子構文はこの部分だね。その知らせに驚いてという部分です。はい、でメインの主文に関してはこっちだね。彼女は病院まで走っていた。これがメインの文になります。はい、はい、ということはこれはサプライズだね。はい、サプライズ、何々の努力はサプライズ、あとね、アットザニューズ。分子構文をつかなければこれは驚いたものなので、アズシワズです。はい、ですがこれは接続詞カット、主語が C なのでこれもカットしてあります。で、本当はここビーイングなんですけども、これも通常は省略されています。なのでサプライズズが残っていますね。サプライズザニュース。はい、でここから普通の文ね。彼女は病院まで走っていきました。はい、彼女 C 走っていったのでランだね。過去形は RAN です。で To the hospital となります。はい、ラスト4番です。彼にお金を貸すなんて彼女はどうかしてるに違いない。なんかね、すごいレベルだねこれで。はい、はい、これは先ほどのこれ判断の根拠を表す形なんだよね。ちょっと難しいね。はい、メインでもこっちね、彼女はどうかしてるに違いない。どうかしてるってことはこれはね、こっち書いてあるね、クレイジークレイジーってのは気が狂ってるってことだね。うん、はい、ですから違いないですから、彼女 C must ね、違いない、 must be crazy です。She must be crazy. で、to 貸す。貸すは lend ね。lend。で、彼にお金を貸す。人に物を貸す。ですので、人に物を貸すので、はい、彼だから him。で、money、お金ね。はい、ここです。She must be crazy to lend him money となります。はい、お疲れ様でした。ですね、しばらく試験ありませんが、ワークブックはね、溜めずに、ね、授業が終わったら必ず少しずつね、やるようにしてください。はい、頑張ってね、テストはしばらくありませんが、やってくださいね。はい、それではまた近いうちお会いしましょう。See you!